する？そうです。過去に太鼓の達人でどっちが好きな曲を遊べるかという動画、まあこの動画なんですけど、それってグリーンバージョンなんですよ。でも今はこう丸々変わった、グリーンとブルー一緒じゃないですか。虹色は虹色も違う、スクロールから違うから、今回何がやりたい？花かっぱ。花かっぱ俺も花かっぱかな。じゃあちょっと勝負してみるか。いくよ、開始。何が楽しいんだよ。違うわ。どっちとも違う曲を選ぶの。どうしようか。何やるの俺は。じゃあ美女と野獣やるか。美女と野獣やるか。美女と野獣。じゃあ俺が。ちょっと時間ないからちょっと考えとこう。一回花かったやろ。どうしようかな。なんかいい曲ない。なんかいい曲ないかな。なんかいい曲ない。じゃあ俺花かったでいいか。花かった。一回これを戻して、ビルでやる花かっぱに近いの。でも、上と下からだいぶ遠くない？あ、そう。あ、ほんとほんとということで、じゃあライムが美女とやる、俺が花かっぱ、どっちが選べるか勝負。どっちから選ぶ？ちょっとこの辺からスタートしようか。3、2、1、そう。そう、まず選ぶのか。一品と2品入れ替わろう。で、曲はさっき言ったように花かっぱ、美女とやる。こっからスタートにしようか。同じキッズだからね。いくよ、3、2、1、3。あ、どう反応しない。あ、思った。これ最後の10秒が大事だ。今日花かっぱの位置を覚えて、どんぐらいずれてるかわかんないんだけど、どんだけずれてたか。花かっぱと美女で、じゃあこれこれちょっと覚えてほしい。ポケモンなんかいろいろあるから。ああ、うん、大丈夫。アニバーサリーこれどっちが近かったかで勝負をつけよう。これか。ってことは、あ、5個、5個違う。で、ひまわりの約束はあった。これ全然違うね。全然下にある。で、ポケモンがこれだから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、36個。ということで、やっぱ虹色は違いましたね。グリーンはドン押せたんだけど、虹色は押せない。多分ナムコの人があの動画を見て、まあ仲良く遊べようって言ったんだと思います。今時間。何やる？何やるっつか。ショーがやってるから。あ、そこそこそこ。何やるって。何やるって。俺しかやってない。今の面白い。一言言わせて。今カメラ止めたけど。
何やるってやばくない俺しかやってなかった簡単になってた。誰がやるんだよ。